はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、のっけからベースの音を聞いてもらいました。今日は皆さんが DTM をやるとですね、ここで一つの壁に当たるコンプレッサーのお話をしたいと思います。今日使うコンプレッサーはプラグインアライアンスのリンデルのプラグインで SBC ステレオバスコンプレッサー、そういうコンプレッサーですが、これは Waves なんかからも出ています API2500、 このコンプレッサーと基本的には作りは一緒です。ですから Waves を持ってる方でもですね、全く同じように聞いてもらえると思います。ただし少し追加された機能とかですね、そういうのもありますので、その辺のところを説明していきます。世界中でも一番使われているコンプレッサーといっても過言ではないほどのコンプレッサーですので、コンプレッサーとしての基本的な部分、そしてそれらを応用した部分というのがとてもよくできています。コンプレッサーを勉強する上でとっても大事な要素がてんこ盛りにあるいいプラグインだと思います。では早速お話をしていきましょう。今日は初心者の方から上級者の方まで全てに対応できるようにお話を進めていきます。チャプターも作ってありますので、自分はもう分かってるという方はですね、そこを飛ばしてくださって結構です。それではまずコンプレッサーの基本的なお話をさせていただきます。今カラフルに音の波形の模式図を書いています。まずバスドラに注目をしてください。アタックがそこそこ速くて、そして音が大きめ、もちろん緩くキックすればですね、小さくなるわけですけれども、音がしっかりあるという意味でこのように大きめに書いています。今度はハイハット。ハイハットはバスドラよりもアタックが速い、いわゆるシンバル系に言えることなんですけど、叩いたらシャキーンとですね、すごくアタックが短くって到達音にすぐに上がります。それに比べてベースの方を見てください。ベースはこの三角の部分が長いですよね。こういう長いものの他の例としましては、ストリングスなんかはもっと長い感じになっています。こういうふうな音には特徴というのがありまして、その特徴を潰しすぎず、また意図的に変えたりしながら、コンプレッサーというのは音作りができるものです。昔からよくミキシングの勉強にですね、コンプを制するもの、ミックスを制するというようなことがプロの間でよく言われるようにですね、コンプレッサーの使い方って言えば案外初心者の人には理解しづらいものがあります。次の絵はよくコンプとかのお話に出てくるアタックとかリリースとかレシオとか、そういうものを解説したものです。先ほども言いましたように、特徴のあるバスドラとベースをこのように書いています。バスドラはトンという感じでですね、音が鳴りましてですね、そしてそんなに長く響くものではありません。ベースに比べてという話ですけれども、ベースなんていうのは弦を開放していたらずっと何秒でも鳴り続ける、そういう楽器ですよね。バスドラは一回キックしてですね、それが1分鳴ってるということはないと思うんですけれども、まあそういうような道具です。ですからそのドンというのが欲しい人はコンプのアタックを緩めにかける、アタックが長いやつです。こういうのでかけると波形のところがこういう風になるわけですね。今長さが合っていませんが、こうしましょうかね。最初のこのアタックのところはまだ効いてなくってですね、この折れ曲がっているところから後が効くということになりますから、キックドラムの特徴はそのまま活かしやすくなるんですね。でもアタックを短めという、これをここに持っていったらどうなるでしょうか。もう先頭から潰れます。先頭から潰れるってどういうことかというと、
このマイナス6デシベルというように書いてあるラインのことを式位置とかスレッショルドと呼んでいます。これは自由に設定できるわけですけれども、6デシベルを超えたところから圧縮がかかりますので、アタックが短くかかるということは、先頭のトランジェントと言われるアタックの音がこのように潰れてしまいます。ですから音が変わりやすくなりますが、先ほど言いましたようにアタックが長いと効きが弱いですので、初めのドラムのパンという音は残りやすくなるわけですね。今度はですね、リリースと書いてあります。どれだけ抑え続けるかということがリリースという言葉になります。リリースが短かったら、この真ん中の赤、これのようにですね、抑えるんだけれどもすぐ離しますから元に戻ろうとするわけです。ここの部分の話ですね。でもリリースが長いとですね、ここの部分抑えてる時間が長いですから、元の音よりも音が変わるということになります。抑えるということは音が少し小さくなったような感じがします。今度はベースというものですけれども、ベース自身はアタックが遅い楽器ですので、いくらこのように速いコンプレッサーをかけたところでですね、この部分にはまだトランジェント、いわゆる音が上がりきっていないのでですね、抑えるところがないわけですね。ですからアタックは少し遅くてもいいことになります。音が始まってからこんな感じにですね、アタックをすると、この波形というのはここで押さえつけが始まります。でもリリースが早く離してしまうとこのように戻ります。ベースという楽器はふわ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 すると、基本的には土台というような形になりますので、音楽の基本を支える部分、まあ家で言えば土台の部分になりますので、あまり乱高下すると楽曲が安定しません。ですからリリースタイムを少し長めにとって安定させると、このような感じでですね、一定の音を保ちながらドゥン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 とこうあった時もですね、ここが一定に抑えられるわけです。リリースを少し長めに取るというのも好みによりますので、全てがこれに当てはまるわけではありません。ここらでちょっと DAW の方に戻りましょう。今までお話しした部分を実際のコンプレッサーを使ってお話しします。ここにベースがあります。今はベースの音だけにしました。はい、こういうことですけれども、まずどれぐらいのところにスレッショルドを置くかですけれども、これのインというメーターを見ることができます。ちょっと聞いてみましょう。たまにピュッと上がるところがマイナス3デシベルぐらいに上がっています。平均的にはマイナス6デシベルぐらいになっています。よく VU メーターを見てください。このようにインの音が入ってくるわけです。例えばスレッショルドをゼロに戻します。これぐらいに戻します。そうしますと、このゲインディラクションというメーターにして聞いてみますと、はい、音が鳴っているのにメーター全く動いてませんよね。ゲインディラクションしていないということです。いわゆる抑えていないということになりまして、ここで言えばこのラインが上にあるわけで、何も抑えつけるものがない状態ですね。このようになっているわけです。これではコンプレッサーが全くかかっていないのと同じです。
これはマイナス6ぐらい、もしくは7、8、そこらに持っていくと、ずっとコンプがかかって一定の音量になるわけです。ちょっとやってみましょう。はい、動き出しましたね。まだスレッショルドが低めですので、今ぐらいの動きしかしません。この式位置がどんどん上がってくると、今でこの下の赤いメーターですので2デシベルぐらいゲインリダクション、いわゆる音を押さえつけようとしているわけです。そうしまして、先ほどの例で言いましたようにアタックですけれども、これはめちゃめちゃ速くする必要はありません。でも3ミリセックぐらいにしておきましょう。そしてレシオは十分に押さえつけます。10対1。そして押さえつけて話す時間ですけれども、先ほども言いましたようになるべくちょっと長めに取りましょう。じゃあこれでどうなったか、よくメーターを見ててください。このようになっています。今マイナス2デシからマイナス3デシベルに抑えているのは、基本的にはマイナス6からマイナス10ぐらいを狙うのがセオリー的には言われます。でもそれは好みです。こっから後の処理でですね、まだ抑える部分があるので今はこのぐらいにしています。次にその隣にあるリンクのお話をしたいと思います。これも API2500 のとっても素晴らしい特徴なんですけれども、左右の音 L と R ありますよね。このステレオバスコンプレッサーはもしこれが100になっていたら、もう左右は関係なく一色単に圧縮することになります。そしてこれがもし0の方に行っていたら、左右別々のコンプレッサーがかかるようになっています。この基本を図で説明します。はい、ここにドラムキットの絵を描いてあります。そして下のグラフのようなものは平均的な音の強さです。いわゆるバスドラはバーンと上がりやすくってみたいな説明のために簡単な模式図にしてるわけです。そしてこれは現実音が鳴ってるという時は、ここでバスドラがバーンと上がったり下がったり上がったり、トン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 って感じでこうやって動くわけですね。もちろん他の楽器もそうです。バスドラやスネア、ハイハット、これ3点セットとか言われますけれども、これはほぼ大方いつも鳴ってますが、タムとかですね、クラッシュシンバルとかっていうのはたまにしかなりませんよね。こうやってドラムを一つのトラックで操作する場合はこういうふうなことが起こりうるわけです。マイキングをバラバラにやったり、プロのエンジニアの場合はですね、ドラムの一個一個を全部パラアウトといって別々のオーディオトラックに流して処理をする場合があります。それは一つ一つの音を作りたいからです。でもそれをやったところでリズムの中では強い弱い、そしてかぶりと言いまして、どんな精度の高いマイクでもですね、隣の音を拾わないというような、そんな超指向性のマイクというのは現実存在しません。必ず左右の音とかにばらつきがあるわけですね。ここにスネアの音、そしてこれはフロアタムの音をしたわけですけど、まあこれがもしかしたらもうちょっとこう大きいかもわかりません。そしてここにハイハットシンバルの大きさを模式図で表しています。このような場合ですね、コンプレッサーが左右バラバラにかかってしまうとですね、この絵でいう右側ですね、時にはドラムはこれを逆転させる場合があります。ミラーリングですね。
まあ、この図で説明すると右側のハイハットの部分がどちらかというと音圧というのが少ないですよね。そして左でもしバスタムがドーンと入ったらですね、こっちは大きいですよね。それが完全にステレオで処理していたとすれば、確かに左右の広がり感は素晴らしいものがありますけれども、それをバラバラにやっているとですね、右側のコンプレッサーはあまり働かないし、真ん中と左の方はとっても多く働きますし、時にクラッシュシンバルが入ってバーンとこういくとですね、圧縮のかかり度合いというのが違うわけですね。ですからこの道具というのがあるわけです。これは先ほども言いましたように、0になっていますと左右別々のコンプレッサーがかかります。そして100になっていると両方の音で大きい音が来た時にも最大値で圧縮すると言い換えることもできます。ここまでわかりますでしょうか。その横にまだ便利な道具があるわけです。このようにしてしまいますと、ハイハットがシュク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 と入ってる時はですね、全然バスドラにコンプレッサーがかからなくなりますよね。それを制御するのが右にあるハイパス、ローパスなんです。このリンクを 100% するときに、ハイパスというのは高周波のところにだけこのリンクが設定されます。ということはどういうことかというとですね、シャカ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 、小さな音を持ち上げるようにしてそこにコンプレッサーをかけようとするんですね。ここややこしいですからよーく覚えてくださいね。上のハイパスというのをすると高音が持ち上げられるようになります。そしてそこにリンクがかかります。今度はこちらの方をすると低音の方が強いんですけれども、それに輪をかけたように少し持ち上げて反応が良くなるという風になるんです。 API2500K のこのコンプレッサーを使っている方はここをとっても理解することが重要です。もちろんここで両方をチェック入れます。こうすると両方ともリンクしますので平均的なコンプレッションがかかるようになります。このリンクという機能はとってもややこしいんですけれども、でも優秀で左右の音のバランスが違う楽器、そういうものを使うときにはですね、とっても有効に働きます。今0と100の話をしましたが、100にしてしまうとですね、左右の広がり感であったりとか左右のダイナミクスが崩れてしまってですね、高音が強く出すぎたりします。特にこのハイパスローパスのフィルターをかけた時はですね、ミックスをできるようなつまみになっているわけです。ちょっとだけここを混ぜ合わせてですね、バランスのいいコンプレッションがかかるようになっています。ですから0から50まで飛んでですね、そこから60、70、80、90というふうな設定ができるようになっています。ここまでいいでしょうか。あとこの SBC はですね、ここにサーチュレーションがあります。普通であればドライバーで回したりするような小さなつまみですけれども、これを上げることによってアナログ的な何とも言えない温かみのあるサーチュレーションがかかるようになっていますが、結果はほとんど微妙です。かけるかけないは自由だと思います。そうしまして、その隣にですね、少し変わったヌークというコンプレッションがあります。これはですね、クリッパーとよく似ていましてですね、強いコンプレッションをかけてトラックを作るための道具です。ここでヌークにチェックを入れるとですね、とってもパワフルになります。入れたり切ったりしてみます。はい、強くなりますね。
はい、これでサイドチェーンやります。これは周波数です。どこをサイドチェーンするかによってこのように変わってきます。そしてハイパスフィルターがかかっています。ですから400の方に回すとですね、通過するものが大きくなりますので、大きく感じるようになったと思います。でもベースのある領域、ここにするとですね、音が小さくなったようになります。この部分にもコンプレッションをかけようとするからです。ここにミックスノブがあります。もちろんこれでかかりが変わります。はい、この 400Hz にしても今ゼロだったら音が変わりません。どう回しても変わりません。でもこれでミックスを上げると変わってきます。はい、このセクションはWaves の API2500 にはありません。このプラグインアライアンスが開発した独自の機能です。 NUC もそうですし、サイドチェーンのハイパスフィルターとミックス、これは独自の機能です。ちょっと模式してお話をします。 NUC の役目というのを僕なりの解釈でお話をします。例えばこの一番左ですね、この左ちょっと色変えますけれども、この左が元音だったとします。今インプットの状態では0デシベルを全く超えていません。 NUC の働きというのはわざとこんな風に大きくしてしまいます。赤のようにですね、大きくしただけだったら0デシベルを超えたらデジタルクリッピングが起こりますので、いわゆる音が割れる、濁るという風になるわけですね。先もってインプットゲインをオーバーロードさせます。オーバーロードというのはゼロを超えるほどに大きくしていくということになります。ゼロを超えていないものも圧縮がかかりますし、もちろんゲインが大きくなるわけです。単に上げてしまったらですね、結果として音割れします。上げるときにコンプレッションをしながら上げて、そして音割れがないような形で上げるわけです。そしてなおかつ右のちょっと濃い赤というか濁った茶色に蜜と書いてありますけれども、これ自身をこのようにコンプがかけられるわけです。そうなるとこの蜜と書いたようにですね、音が圧縮されて、そして密度、これが多くなるわけです。芯のある音って言ったらいいでしょうか。パワフルなサウンドが得られるということになるわけです。これがNUCの働きです。パワーの欲しいバスドラやベース、そういうところでこのコンプレッションを使うと、とってもユニークな結果になる。これがランデル SBC の特徴です。続きまして、このトーンというのが API2500 の特徴でもあります。この真ん中の説明になります。ハードニーというとですね、ここに右にレシオと書いてあるように、こうやってギュッと角が立って曲がっているものです。そしてソフトニーというと、この紫のようにカーブしながらかかっていきます。トランジェントの先頭はですね、緩やかにかかります。このようにスレッショルドを超えていたとします。そしてかかるわけですけれども、すぐにバーンとこんな風にスレッショルドを超えたからって言って抑えてしまわないで、若干余裕を持ってこういうような形で
ソフトニーというのは押さえていくことになります。ですから最初の音を確保しやすいですし、そしてコンプレッションが緩やかですので、音なじみのいいコンプレッションがかかるようになります。それが2位です。2位にはソフトというのから中間というのとハードというのがありますけれども、まあ初期値はソフトになっていまして、僕の絵のようにむちゃくちゃ柔らかなカーブではないと思うんですけれども、カーブがかかっているようになります。自然なコンプレッションがかかるようになる。次はフィルターというものを解説します。このフィルターも API2500 のとっても特徴ある機能なんですけれども、先ほどのリンクでもありましたように、通常コンプレッサーはパワーの強いところにかかりやすいです。ですからドラムのキットなんかで来るとハイハットの音なんかにはコンプレッションがかかりにくいです。オフから真ん中の MEQ、 ミドル EQ ですね、これにするとですね、高音をちょっと持ち上げます。そして持ち上げたということになるとコンプレッションがかかりやすくなりますよね。そうして小さな音にでも反応しやすくなって、そしてその逆に低音のドラムなんかにも均一なコンプレッションがかかるようになるわけです。それをさらに進化しまして、その隣のラウドというのをクリックしますと、同じように低域、これをさらに持ち上げる、持ち上げると言っても大きくはないですよ。上のところで説明したリンクとは少し違いますので、これは低域自身を完全に持ち上げます。持ち上げるとまたコンプレッションがかかりやすくなりますよね。ということは逆に高音の音はあまりかからなくなります。ですから MEQ にしておくと若干高音がキラッとして、そしてラウドにするとキックなどの音がより鮮明になってくる、そういうようなフィルター効果をつけてあります。そして今度はこのスタイルというものです。スタイルはフィードバックというのとフィードフォワードモードというのがあります。フィードバックというのは今までと同じでですね、コンプレッションの方法自身をフィードバックして、そして元音にかけますので、コンプレッションがかかった音がもう一度回ってですね、より柔らかくて透明度のあるコンプレッションがかかるんです。でも普通のコンプレッサーにはないフィードフォワードというモードにするとですね、ダイレクトに信号のレベルを測定して、そして直接的にコンプレッションをするようになります。どちらかというと極端にコンプレッションされます。フィードフォワードの方にこのようにすると音が小さくなったように感じられます。ちょっとやってみましょう。もう一度やります。このようにトーンという名前がついているぐらいですから、皆さん今説明した通りなんですけれども、理屈はちょっと横に置いといてでもうっすら覚えてですね、あとは自分の耳を信じて、そしていい音を作ってください。最後はですね、アウトプットのことについて説明をします。通常はコンプレッションされた音を聞いてアウトプットするんですが、プラグインを入れた時点ではここがマニュアルモードになってゼロの状態になっています。これは他の言い方ですればメイクアップゲインと呼んでいます。いわゆる入ってきた音と出音を整えるためのものです。コンプレッサーというのは音を大きくしたり小さくしたり、それはボリュームがやることで、密度を変えるといった方がプラグイン的には合った言い方とも言える
これがコンプレッションなんですけれども、圧縮ということですよね。通常は基本的には音はですね、圧縮がかかりますので小さくなったように聞こえます。それを補うのがここのマニュアルゲインです。メイクアップゲインをしてですね、入りと出の大きさを基本は同じにします。そうしないとコンプレッションがどれだけかかったか、音色がどのようにカラーリングされたか、それが分かりませんので、単に大きくしてしまうと音が良くなったような錯覚を人間の聴覚というのは起こすようになっています。好みとして上げるのは自由ですけれども、コンプレッションの度合いを確認するのは、だいたい出音と入り音が同じようになるべきです。ちょっと聞いてみましょう。コンプレッション外します。はい。ちょっと大きくなりましたよね。入れます。はい、収まりました。この差を埋めるのがこのマニュアルのメイクアップゲインです。バイパスします。インを見てみましょう。はい、このぐらいの振りですね。今度はアウトを見てみます。ちょっと強いかもわかりません。はい、メーターを見ての結果というのは今ぐらいのメイクアップゲインがいいのではないかなと思われます。このようにしてトラックのコンプレッサーというのは使えばいいです。必ず API2500系のコンプレッサーがいいというわけではないですけれども、コンプレッサーを使ってる割にはですね、音がまとまらないというか、そういうことで悩んでいる方はですね、今一度コンプレッサーの基本的なところからですね、再度見直してですね、やっていくことがとても重要に思います。じゃあこれで音をドラムも入れて鳴らしてみます。バイパスします。入れます。はい、パラアウトはしていませんが、いい音になったと思います。マスタリングを入れてみたいと思います。先日も解説しました、これもプラグインアライアンスのですね、マスターデスクプロというプラグインです。まずはバイパスから。入れます。もう少しステレオ感を出します。バイパス入れます。はい、これで
マイナス 15LUFS ぐらいです。録画している状態とですね、実際は違いますので何とも言えませんけれども、ダイナミックレンジは7か8ぐらいをついていますので、これぐらいでとってもバランスよくできていると思います。あとマスタリングでチェックしたいところは、特にステレオ感を出した時にこのメーターですね、コレーションというメーターです。これをあまりですね左右に広げすぎるとですね、真ん中へ寄ってきます。はい、でもこのぐらいの振り、ここらぐらいでちょうどいいと思います。ステレオ感があまりにもバランス悪く広がりすぎていたりすると不安定になってきます。このメーターが真ん中を超えるようになってきたら位相が反転したりしますので、これはとっても重要なことなんで、皆さんのマスタリングが何かちょっととイマイチだなと思うときは、下手すればステレオ感を出しすぎてですね、位相が逆転している場合がありますので気をつけること、まあこれらも大事なんですが、なかなか初心者の人は今日言った話の半分もわからないというのが現実だと思います。一気にはなかなか上手にはなれませんけれども、一つ一つ着実に覚えていってですね、そしていい音を作るように頑張ってみてください。今日はちょっと専門的にもなりましたので長い解説になりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございます。またチャンネル登録などもよろしくお願いします。村長スタジオでした。